たちはまあ地球に住まわってるわけですので、うんうん、この地球の文化、文明、うんうん、ね、もっとひいてはこう自分の取り巻く、日本の文明、うん、文明っていうか文化っていうのがありますよね。うんうんうん、やっぱりそういうもの一つ一つを目の前にある、うん、身の回りにあるというのかな、身近にある、うん、それをね、大事にしていくっていうのが大事かなと思いますね。だから自分の身の回りをまず理解して、うん、さらにその外にある、うん、ね、例えばじゃあ中国のとか韓国のとかアメリカのとかね、いろいろあると思うんですけど、うん、そういったものをこうなんて言うんでしょうね、自分なりに統合していくというのかな、それが僕は大事だと思うんですよね。だからこう自分の文化を大事にするのはいいんだけど、それに固執してしまったり、そこでね、優劣をつけてしまったり、自分の国の方が上とかね、そういうことではないんだよっていう話です。その意識が立って文化や文明を作っていくわけですから、なのでこうお話しすることをね、まるまる 100% 信じてくださいとか、そういうことではないんですよね。そこからあなたなりに自分にとって大事なエッセンスを汲み取ってくださいという、だから例えばその宇宙の話をした時に、もしくは前世や過去世の話をした時に、夢物語みたいに聞いてもらっても僕はいいなというふうに思ってるんですね。でもその中にも気づきとかね、大切なエッセンスっていうのを汲み取っていくこと、感じていくことってできると思うんですね。そういう部分を取り入れる、なんだかこれ、プレアデス文明とか意味わかんない、それを別に理解しようとするのではなくって、それはそれで置いといていいので、でもその中の話として、あ、なるほど、なんかこういう部分っていうのはこう自分の生活に役立ちそうだなとか、これはなんか私たちも見習った方がいいんじゃないかなって感じるとか、そんな風にこう響いた部分をね、自分なりに捉えていただけるといいかなと思います。結局僕たちは、その、現実っていうとね、目の前の例えば仕事のこと、家庭のこと、友人とのこと、または体のことっていうふうに、すごくこう、狭いんですよね。狭いというのは、要するに、今目の前にあること、身近にあること。もちろんこれは、大事にするのはもちろんいいんですよ。そして大切なことなんだけど、こうしてね、宇宙人、へーとか、宇宙の歴史、へーとかって言いながらも、その今まで、聞いたことのない、または触れたことのない知識や情報に触れるとね、僕たちの今までは現実ってこういうものって思っていたこの意識が、ふーって拡大を始めるんですね。つまり違う視点がそこにできるわけですよね。そうすると今までにはないものの見方や捉え方っていうのが自分の中に生まれることになるんです、そうすると日常の今まで現実とはこうっていうものに対しても違う感じ方ができてみたり、視点でそれを捉えることができるようになったりするんで、僕はね、こういったものをこう学ぶ、まあその興味を聞かれた場合にね、学んでいくっていうのはすごくね、大事だなっていうふうに思うんですよね。多次元世界という言葉で表現されていますが、これはどういうふうに捉えればいいですか？多次元世界っていうのは平行宇宙とかパラレルワールドとかって言って、違う次元にまたがって存在している世界っていうのがいくつもあるんだっていう考え方を、そういうものを、そこは赤となくかもしれないけれど、捉えることができるようになったり、感じることができるようになったりするということなんですね。情報としてね、本を読んだだけかもしれないけど、でもそれでも、へ、多次元宇宙、多次元世界、パラレルワールド、そんなのがあるんだっていうのだって、その人にとっては新しい発見じゃないですか。気づくということから始まると言ってもいいですね。気づくということ、それが僕のものじゃなくても本だったり、または誰かから聞くね、話という情報だったり、SNS かもしれない、でもそういうものが要するにきっかけ、これもまたね、引き寄せてるんですよね、その人が引き寄せてくるんだ、つまりそういう情報を受け取れるところまで自分の意識が拡大しましたよっていうことでもあるんですね、そういうプロセスの中の一環ですね、並木先生、この宇宙人に興味を持つっていうのはどういうことで、つまり僕たち、でもまあ僕たちは地球人という表現をしたりもしますけど、でも僕たちだってこの宇宙の中に住まう宇宙人なわけですよね、宇宙という捉え方をした時に、そうだから僕たち地球人も宇宙人でいて、まあね、一般的に言う宇宙人というふうに言われる場合は、この地球以外にも知的生命体というのが存在していて、その存在たちのことを指して宇宙人というふうに、地球の生命体ですね。このスターシードだったり、スターチルドレンというの、これ今地球上にいる私たちというのは、これ全員というふうに考えたらいいんですか？全員ではないんですね。全員ではないのね。全員ではないですね。もちろんこの地球原産って変な言い方ですけど、地球、純粋な地球人っていうのはいないわけです。必ずみんな宇宙からやってきているので、でこのスターシードとか、そのスターチルドレンとかっていうふうに言う場合には、ちょっと特徴的な部分があって、このスピリチュアルな、まあ、スピリチュアルと表現したときに、スピリチュアルな、知識、感性、これをベースにして、この地球に望ましいポジティブな変化を起こしていく役割を持っている人たち、ということが、一つ
ベースになっています。そういう役割ではない人たちもいて、うん、この役割が優れているところを取ってるの話ではないんですね。その役割を持っている。持ってる。という、うん。それをライトワーカーというふうに呼ぶ人もいますね。自分で決めてくるので、うん、この役割というのは、ね。この役割。だからこう自分に問いかける習慣をつけるっていうことですよね。うんうん、それはもうシンプルに私の役割は何、うん、っていうのもそうですし、うん、私は今何をやりたいっていうのもそうですし、うんうん、私はどんな世界を生きたいっていうのもそうですし、うんうん、とにかくそういう自分に向けた問いかけっていうのをもっとね、うん、頻繁に僕はやってみることをお勧めしたいんですね。うん、自分とこう向き合うっていうことなんですね。だから本当にだんだんそういったものがこう公にこう明るみに出てくるというのかな、うん、というふうな時代に今入ってるわけですけど、うん、シンプルにこの地球以外にもね、うん、はい、もうどれだけの星や惑星銀河だって、うん、この天の川銀河以外にもたくさんの銀河があるわけですよ、はい、僕たちの住まうこの宇宙は、うん、それ以外にも宇宙を持ってるわけですよ、うん、なのでそういうことを考えた時に、うん、ね、信じる信じないというよりも、うん、あ、そりゃ知的生命体ってこの人間以外にだっているだろうなっていう想像はきっと難しくはないと思うんですね。うん、まあ、ね、そうやってちょっともっとこう大きな視点でね、うん、こう自分を取り巻くこの流れ、うん、人生世界というものを捉えてみるというのは僕は大事かなっていう、あのね、うん、こういった世界を基本的に学ぶっていうのは喜びにつながるはずなんですよ、うん、でならば、はい、今までのその自分のこうであるはずというものの見方、うん、またそのこうであるべきだっていう世界観っていうのが結局ある意味壊れていくんですよね。で、そうすると自分の認識力も感性も拡大していく。そうすると今まで感じられなかった喜びが感じられるとかね、うん、ワクワクが感じられるとか、やっぱりこう広がっていくんで、うん、僕たち自身がね、悲しんじゃいけないとかつまらないと思っちゃいけないということではないんですが、うん、このね、僕がお話をしているベースっていうのは、うん、その分離から統合という流れへと今世界がシフトしようとしています、はい、まあこれは宇宙のサイクルなんですね、うん、なのでこの悲しいとかつまらないっていうのは分離していく方向性の中で生み出された感情なんですね、うん、なのでこれを感じ続けていると統合していくっていう方向に向かわないという、うん、ただそれだけなんですね、はい、で統合の方に向かっていくというのは恋したわよっていう言葉で表現しているように心地がいいとかワクワクするとか喜びを感じるって僕たちが一般的にポジティブという感覚がその統合に向かっていく上での感情なんですね、うん、この地球式というのは地球もこういったね、うん、その惑星として存在している、はい、この地球も独特のと固有のって表現がいいです、うん、固有の意識を持ってますよということです、うん、僕たちが意識を持っているのと同じように、はい、この地球も意識を持っていて、うん、まあ、これをガイアというふうに言ったりする人もいますし、うん、寺という言い方をする人もいますし、うん、いろいろなんですけど、はい、とにかくこの地球には独自の地球意識というものが存在していて、これは女性性の意識なんですね。例えば太陽も意識があるわけですよね、はい、そうですね、太陽は男性性の意識です、うん、だから今まで知らなかったことを知るっていうのって、はい、すごくこう刺激になるってことは皆さん理解してると思うんですよね、うん、なのでそのとんでも話みたいに片付けるのではなく、うん、知らないことや、はい、今までその科学で証明されていないとかね、うん、そういったことをとんでも話っていうのに片付けるのも一つです、うん、はい、だけどそうじゃなくってもしかしたらこういう世界があるのかもしれない、うん、そしてそれをもし自分の中で受け入れてみようとした時に自分にどんな変化が起きるんだろう、うん、自分の人生にどんな影響が出てくるんだろうってこう実験するみたいな形、ね、うん、でこう楽しんでみるっていうのはありなんじゃないかなと僕は思います、うん、それをこう鵜呑みにするっていうことよりも、うん、ちゃんと自分の中でこう、うん、なんて言うんでしょうね、感じてみることが僕は大事って言うんですね、うんうん、情報をちゃんと取捨選択していくことは大事ですよと、うんうん、でもその時にその情報が正しいのか間違ってるかというよりも自分の中でその情報を見たり聞いたりした時にこうしっくりくるのかとか、うん、腑に落ちるのかとか、はいはい、ね、あ、それなんかいいねってこう心地いいって感じるのか、うんうん、それが全ての基準だよってお話しするんですね、うん、その人にとっての真実と言った時、うん、その人にとっての真実を教えてくれる感覚が今言った、うん、そのしっくりくるとかすっきりするとか腑に落ちるという感覚なんですね。腑に落ちるという、はい、なのでそういうものを感じるものを自分の真実として受け入れていく。そうじゃないものは否定するんではなくて脇に置いておく、うんうん、だってね、1ヶ月後にそのことがあ、そういうことだったんだって分かるかもしれないじゃないですか、はい、1年後かもしれないし2年後かもしれないけど、うん、だからそんな風にして無理くりに取り入れたり鵜呑みにする必要はないけど自分の感覚を通して情報を取捨選択しながら自分の真実っていうのを育てていくっていうのが僕はいいんじゃないかな。この育てていくというのは、うん、自分が意識を持つことによって育てることができるということですね、はい、A さん、B さん、C さんの3人の話を聞いたときに、A さん、B さん、C さんが全く違うことを言っていても、うん、A さんからはここがすごくしっくりくる言葉を受け入れられたな、B さんからはすごくここが腑に落ちる情報を得られたな、うんうん、C さんからここがすっきりする情報を得られたなっていうふうになったときに、そのいいとこ取りみたいな感じですよね、簡単に言うと。うん。ね、でも、もこさんがね、うん、あ、それわかるわかる知ってるって、うん、本当はもう、もこさん
さんもすでに知っていることなんですよ、うん、僕から聞いていること。そうなんですね、実はね、うんうん、だからモコさんの中にも、はい、今までの輪廻転生の経験値っていうのもあるし、うん、知恵英知っていうのが内在されてるんですね、うん、でその自分の感じていることをまるでこう外から聞くみたいな形で、うん、自分の中にある真実を僕から聞くみたいな形で外から教えられているみたいな形で確認してるだけなんですね。なるほど。そう、だから納得ができたり、うん、しっくりきたり、腑に落ちるっていうのはもう自分が深いところでそれ知ってるよという感覚なんです。それはちゃんともこさんの中にそれを受け取る準備ができてたんだよって、そういうことなんですね。うん。